オッケー、スクリューボールはこの辺にいるはず。また騙されてなきゃいいけど。でもこのパーティーなら来そうな感じがする。みんな楽しんでってね。自撮りするなら私を駆けつけしてね。まあ見て、スパイダーマンがいるよ。超ナイスなサプライズ。じゃあみんなグランドフィナーレ始めるよ。スクリューボールやめろ。ほらほら、世界中のファンが見てるよ。人が見てくれてるからって君が他人より優れてるってわけじゃない。何それ、超ナエル。楽しくおしゃべりしなきゃ評価下がるでしょ。スリューボールやめろ。ほらほら、世界中のファンが見てるよ。人が見てくれてるからって君が他人より優れてるってわけじゃない。何それ、超ナエル。楽しくおしゃべりしなきゃ評価下がるでしょ。ボトボム見たい人手挙げて。はいはいはい。人が見てくれてるからって君が他人より優れてるってわけじゃない。何それ、超ナエル。楽しくおしゃべりしなきゃ評価下がるでしょ。ボタボム見たい人手挙げて。はいはいはい。やめるんだ。やめるわけないでしょ。ほら、同時視聴者数の爆上がり。この調子でと。あれってボタボム、急いで行かなきゃね。それじゃこんなのはどう？っていうかドローン流行りすぎじゃない？人が見てくれてるからって君が他人より優れてるってわけじゃない。何それ、超ナエル。楽しくおしゃべりしなきゃ評価下がるでしょ。人が見てくれてるからって君が他人より優れてるってわけじゃない。何それ、超ナエル。楽しくおしゃべりしなきゃ評価下がるでしょ。ボタボム見たい人手挙げて。はいはいはい。やめるんだ。やめるわけないでしょ。ほら、同時視聴者数が爆上がり。この調子でどんどん行くよ。
オッケー、スクリューボールはこの辺にいるはず。また騙されてなきゃいいけど。でもこのパーティーなら来そうな感じがする。みんな楽しんでてね。スクリューボールやめろ。ほらほら、世界中のファンが見てるよ。人が見てくれてるからって君が他人より優れてるってわけじゃない。何それ、超なえる。楽しくおしゃべりしなきゃ評価下がるでしょ。フォトボブ見たい人手挙げて。やめるんだ。やめるわけないでしょ。ほら、同時視聴者数が爆上がり。この調子でどんどん行くよ。オッケー、スクリューボールはこの辺にいるはず。また騙されてなきゃいいけど。でもこのパーティーなら来そうな感じがする。みんな楽しんでてね。スクリューボールやめろ。ほらほら、世界中のファンが見てるよ。人が見てくれてるからって君が他人より優れてるってわけじゃない。何それ、超なえる。楽しくおしゃべりしなきゃ評価下がるでしょ。ポタボブみたい人手挙げて。やめるんだ。やめるわけないでしょ。ほら、同時視聴者数が爆上がり。この調子でどんどん。あそこフォトボムがあるよ。それじゃこんなのはどう。っていうかドローン流行りすぎじゃない。あ、危ない。でもゴーゴー、面白ければ結構来ない。ほら、あそこ。
人が見てくれてるからって君が他人より優れてるってわけじゃない。何それ、超なえる。楽しくおしゃべりしなきゃ評価下がるでしょ。ボタボムみたい人手挙げて。はいはいはい。やめるんだ。やめるわけないでしょ。ほら同時視聴者数が爆上がり。この調子でどんどん行くよ。ていうかドローン流行りすぎじゃない。あ、危ない。でも効果面白ければ結構オーライ。どうなってもフォロワーは気にしない。どうしてそこまでするんだ。ロールモデルだもん。私には期待に応える責任があるの。そんなものない。君にあるのは間違いを正す責任だ。逃げ回らずに自分の過ちを認めないと。何言ってくれちゃってんの。目新しいコンテンツで超絶楽しい番組を配信してた私のどこがいけないってわけ。人を傷つけてるだろう。危機対峙。今の君には何言っても無駄みたいだね。私の方がフォロワー数多いからって嫉妬しないでくれる。バレバレじゃん。これ嫉妬なんかしてない。ここまで放置してきた自分に怒ってるんだ。これで全部チャンス終わらせよう。今実況しても全然 OK でしょ。アカウントの番完了。メディアはまだ死んじゃいないようだ。世界有数のラジオ番組を聞いているリスナー諸君は当の昔に知っていることだろうがな。そう、あのイカレ配信者スクリューボールとその信者どもの電波ジャックはついに終わりを迎えたってわけだ。
電波じゃなくてネット？それよりだ、これでようやくあのネットセレブとかいうやつの金切り声にうなされることなく安心して眠れるってわけだ。品のかけらもないネット用語を吐き出されることもないイーサネットでな。インターネットだ。ああもういい、新しいネット用語を作ってやる。スクリューボールよ。じゃあな。ネット用語じゃない？これから使え。隠れ家の入り口はこの辺りにあるはず。へえ、地下ってこと。それじゃあニューヨーク地底探検開始。ああ初めて嗅ぐ匂い、くさ。セーブル、この匂いで気絶してなきゃいいけど、これって1ミリも濡れずに済んだら奇跡だよね。